今回はね、今後ゲットできるようになる。そして一部のプレイヤーがゲットできたり、今だけ使える、あとはクエスト系とかね、そういうね、無料報酬系について紹介していこうかなって思います。まあスキンだったり大会だったり、エモートだったりバトルパスだったり、あとは今後追加予定のクエストとかね、いろいろ無料報酬系の情報があったんでね、まあぜひよければ最後まで見ててください。まず一番最初はね、5月中にとあるね、新しいバトルパスが登場するらしい。それがね、フォートナイトで初めてのレゴフォートナイトのバトルパスっていうのが登場するみたいだね。まあ5月に登場ってことで、まあ時期的に今シーズンが終わって来シーズンになるタイミングぐらいで来るんじゃないかって風に言われてるね。まあ5月のいつからかわかんないんだけど、レゴのバトルパスが登場するっぽい。まあ最近の考えたら、無料報酬に有料報酬がある、まあ、ミニバトルパスに近い感じになると思うから、これ楽しみだね。まあそしてレゴフォートナイトって言ったら、今後さ、レゴ忍者号とコラボするって言われてるんよ。まあ運営が公開した画像の中にもレゴ忍者号が含まれてて、まあ来るんじゃないかって風に言われてんだけど、まあもしレゴ忍者号とのコラボが来た時も、ワンチャンそういうバトルパスとかもね、登場したりするかもね。まあコラボがあって、まあミニバトルパスが登場するならワンチャンかもね。まあ今後ね、レゴフォートナイトにバトルパスが登場するらしい。あとはね、一部のプレイヤーに V-BUCKS が配布される予定だね。まあもしかしたらもう配布されてる可能性もあるんだけど、まあそれっていうのが2つあって、まず1つ目が、今回のフォートナイトの新しいフェスティバルシーズン関係だね。まあフェスティバルシーズンがシーズン3になって、新しいバトルパスが来たんや。そのうちの、まあ、このジャムトラックがもともと BGM として登場してたやつなんやね。まあこれ、まあ、そういうことから、もともとね、この BGM を持ってるプレイヤーに 200V-BUCKS が配布されるはず。まあもう配布されてんのかな、自分もともと持ってなかったからわかんないんだけど、まあいずれ配布されるはずだね。そしてもう一個さ、最近運営がショップでミスってるやつがあったじゃん。それが XO キーみたいな楽器の値段が、運営ね、本当は800なのに間違えて1000にして200高かったよね。その返金があるって風に言ってんだけど、これも配布あったのかな、まあ、そういう情報まだ見てないんだけど。だから、まあ、この BGM を持ってたプレイヤーに200で、この前のショップで XO キーを買ったプレイヤーに200、まあ、合計 400V-BUCKS が配布されるはずだね。そしてね、次はこれ前別の動画でも紹介したんだけど、今ね、無料でシナリオだったり恋ダンスだったり負け犬とか、まあ、そういうレアエモートを踊れるマップっていうのがある、まあ、クリエマップだね。5053-35322330、このよくある 1V1 マップ、このマップだと踊ることができるっていう、まあ、まずはね、このマップ修正される可能性があるから、まあ、やる際はできるだけ早い方がいいっぽい、ね。まあ、まずグラップラー持って、あ、下手、この変身の後ろにスイッチがあるから、これを押すと、まあ見たら分かる通りめちゃめちゃ早い。そしてここを押すと変な部屋に飛ばされるよね。この白いやつに乗ることでエモートを踊ることができるって感じ。これはあの無料のやつか。あ、あ、これは確か限定エモート、確かレアエモートやね。で次がシナリオかな。あ、ちょっと顔がねすごいんだけどな。で次が負け犬で、ここで恋ダンス。でこのめちゃめちゃ人気のあるやつに、最後がまたシナリオかな。そしてね、次は大会系だね。まあこれっていうのは可能性があるって感じだと思うんだけど、次のアップデートで呪術廻戦カップが行われる可能性がある。なんとね、フォートナイトは新しい呪術廻戦の、まあ、呪術廻戦カップのテストをまだ行ってるらしいよね。そして5月11日に設定されたっていう、まあ、すぐ直っちゃったらしいんだけど、
やっぱりパート2は今運営いじってるらしくて、まあ、次のアップデートあたりで大会がある可能性があるっぽい。まあもちろんね、何かしらの報酬がもらえるはずないよ。まあもしかしたらアイコンエモートとかバナーとかスプレーとかそういう系の可能性もあるんだけど、前までの情報だったらスキンの大会っていう風に言われてたから、ワンチャンね、何かしらのコラボスキンが無料でゲットできるかもしれない。そしてね、次はランクカップだね。まあ、ランクカップは昨日から開催されて3日間あるやつだね。そして確か今日はディオかな。まあ無料でもらえるのはこの4つ、ロード画面3枚にグライダー1つ。まあグライダーはこんな感じで見た目変えられるらしいから、まあゲットしたいね。まあちなみに6試合やる必要があるんで、全ての報酬をゲットするにはちょっとめんどくさいけどゲットした方がいい。そしてね、大会って言ったら無料でスキンをゲットできる大会は2回開催されんね。確定してるので言うと、まずは今回の FNCS スキン、まあサイレンをゲットできる大会が27日かな、まあ動画上がってる今日来るはず。まあゲットできるのはこの5つ、スキン、バッグ、ツルハシ、武器、ラップ、ミュージック、これらが無料でゲットできるね。アジアだと250ぐらいまでかな。で、EU だと1300位ぐらいまでゲットできるから、ワンチャン海外サーバーもありな気がする。そして、5月の何日か忘れたけど、まあ、5月にも FNCS のスキンをもらえる大会っていうのが来て、まあ、この定期的にさ、来る大会だね。毎シーズン。まあ、こっちは、このアイテムたちをゲットできる大会だから、まあ、まだゲットしてないよって方はね、こっちも出るのありな気がする。まあ、こっちも同じ順位だね。そして FNCS って言ったら、あの、配信を見ることでゲットできるバックアクセサリーも気になったと思うんだけど、今回はこのバックアクセサリーが配信を見るだけで無料でゲットできるっぽい。まあ、これも当たりだね。そしてね、次は来月無料スキンが来るんじゃないかって言われてる。まあ、なんとね、来月っていうのがエピックゲームズのメガディールセール月間となってるらしいよね。まあ、この、セールの時ってね、運営無料スキンを配布してくれることがあって、まあ今までで言ったら、まあこのクエストのやつとか、あとこれ確か前回かな、50レベル上げることでゲットできるスキンとかが、このセール月間で登場したっていう。まあつまり、来月、このね、セールが来るってことで、何かしら無料スキンが手に入るんじゃないかって風に今予想されてんね。まあ、全然ありそうよね。まあ、来んなら次のアップデートなんかな。そしてね、次は無料系って言ったら、ついにゲットできるようになった報酬っていうのもある。まあ、それが、今来てる、アバターコラボの、このアッパー。このグライダーが、ついにゲットできるようになったっぽい。まあ、自分一切クエストやってないんだけど。まあ、このグライダーがついにゲットできるようになったっぽい。まあ、コラボ期間っていうのが、まあ、5月の3日までかな。だから、まあこれはね、もう確実にね、早くゲットした方がいいと思う。まあ今回無料でツルハシとか、あとエモートとかゲットできるし、めちゃめちゃ良かった気がする。そしてね、最後は、これちょっと延期されちゃったんだけど、夏に、とあるコラボのクエストっていうのが来んね。まあフォールガイズコラボが夏に来る。そしてね、無料報酬がついてるクエストっていうのがあるみたいだね。まあ何がもらえるんだろうね。あとは障害物コースとかが来るっぽい。まあ、このフォールガイズコラボでは、あの、普通にスキンとかエモートツルハシとかが登場予定らしいんよ。普通に。だから、まあ、無料報酬もね、ちょっと期待できるかもしれない。まあ、そういうコラボのクエストっていうのも今後登場予定だね。まあ、今回はこんな感じだね。判明してんのだけで言ったらこんな感じ。まあ、これ以外にもいくつか来ると思うから、マジで今後ね、楽しみだね。